本日2020年12月の17日で、昨晩関ヶ原では大雪が降りました。その影響もあってサンライズ出雲瀬戸は新大阪行き止まりとなってしまったようです。先頭部には雪がついています。昨夜9時頃に東京駅でちょっとサンライズが開いてないかなとちらっと見たんですけれども、 B 個室の禁煙がね、空きが出てまして、あら、こんな時に空きが出るのかと思ってね、ちょっと迷ったんですけれども、おそらくこの大雪による、新大阪抑止最終目的地まで行けないということを、予想してでのキャンセルだったのかもしれません。残念ながらここで抑止されてしまったお客さんたちは新幹線に振り替えということになって、それぞれの目的地へ向かったものと思われます。出雲方面、あれかな、岡山からまた特急に乗り換えていくということになるかと思いますけれども、なかなかね、これも貴重な経験にはなったかなと思うんですけど、乗っときゃよかったかな。あんまりね、こういうイレギュラーなものを喜ぶのはあんまり良くはないんですが、もちろん今日の夜には反対向き、それぞれ出雲と高松から東京行きとして出発することになっていると思いますので、ここから今日中にそれぞれの目的地だった場所に回送する必要があるわけです。そのダイヤを今待っているといったところでしょうか。現在8時50分ですけれども、9時にこの10番ホームから特急コウノトリ号が出発するということで、それまでにはこの回送サンライズが出発するということになるかと思いますので、出発まで見届けてみようと思います。通勤途中のお客さん、来る人来る人がみんな不思議そうに眺めていきます。客室内のゴミなどもそのままになっています。それはもちろんその通り、当たり前で、終着駅でしたらそういうものを清掃するための人がいないからです。サンライズが新大阪で抑止されたことがあるのはこれが初めてではないはずですから、おそらくもう改造のダイヤというのか筋が決まっているのではないのかなということすら思います。出発信号は黄色に変わりまして、もうあとね1分ほどで次のコウノトリが来るんですけれども、発車していくようです。